おはよう。はいよ。ありがとね、すごい後ろがめっちゃ光ってる。これさ、カーテンなんだけどさ、光で。おはよう。自然光。起きました。おはよう。今日は日曜日。ハートありがとう。朝でもそんな早くなくない？9時半だよ。1時間ぐらい経ってるか。いや、なんかうだうだしててずっとね。ココちゃんがずっと見てくる。うだうだしてて、でさっきワンちゃんにご飯をあげて、今だから20分ぐらいリビングだよ。泣かない？そうなの、一個も泣かないし、一個も何も言わなくてね、起きてるけどね。おはよう。おはよう。横にいますよ。あた、ありがとう。もう言わない。朝起きたてボソボソ髪の毛やばい。ありがとう。今日日曜日だよね。おとなしいの。おーい、おーい、おーい。おーい。ありがとう。今日はね、いっぱい予定を入れてるので。ちょっと配信したら終わります。ありがとう。もも、もも、ももちゃん、ココ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 ちゃん。反応がありません。二人とも何も言いませんし、何なんですか。やばい、ちょっとさ、アラームが、ちょっとアラーム消して。すいません、すみません。うん、びっくりしてる。これももちゃん、ここにいる。ここちゃんはここにいる。おい、めっちゃ近くに、近くにいるのだけどね、なんかおのおののね時間を過ごしてるんですよ。なんか本当に何ヶ月か、13歳と何ヶ月か、
寒い寒いです。ココちゃんがももちゃんのご飯まで取ろうとしてきて、なんかココちゃん、ももちゃんはま食欲がそこまでいっぱいあるわけじゃないんですけど、まあ、食べるは食べるけどね、食いしん坊なんですココちゃんは。ね、12月だよ、やばくない、よろしく。12月も、12月もよろしく。信じられない、12月だなんて。今月で、そうだよ、2024年終わるよ。何食べたか、食べてないけど、まだこれ飲むヨーグルトだって。クリスマスイベントあるよ、12月22日に、あの岡山でクリスマスコンサートがある。ありがとう。カウントダウンもあるし、忘年会もある。関東ではないか、今のところ関東はないですね。関東さ、15に行く。池袋、そう、なんかさ、あれキャパそんなにあれなのかな、大きくないの、なんか結構さ、1部2部やるんですけど、あの当たらなかったみたいな人も聞くからさ、キャパそんなになの、自分も初めてなんですけど。一度は行ってみたい、ぜひ。1時間ぐらいなんですけどね、ライブ自体は。なんか今日さ、いっぱい予定入れちゃってさ、本当になんか後悔してきた、もうなんか本当に嫌だ私さ、結構思いつき人間だからさ、思いつきで行動したりとかさ、だからさ、なんか予約とかも好きくないの、なんかで、なんか前日とかさ、まあ、前々日、まあ、なんかその前の日はさ、すごいもうなんか、よしこの日にこれいっぱい入れるぞ、この日はやりこなすぞとかって思っていっぱい入れたりするんですけど、でもなんか当日になった瞬間に、はあめっちゃだるい、めっちゃ行きたくないんだけどみたいな気持ちになっちゃってさ、え、なんか行ったら別にいいんですけど、行くまでがめんどくさくて、動き始めたら、まあ確かに。予定にラーメン入ってるか、入ってない、入ってない、今日昼ご飯の予定あんま入れてないどっかに入れようかな、予約ね。え、なんかさ、楽しいことでもさ、たまにさ、なんか心に相反して、なんかあんまり行きたくないなみたいになる時ない？なんかわかんないけど、ない？なんかディズニーとか、あ、ディズニーとか言っちゃったけど、夢の国とか
なんか行きたい行きたい行きたいってなってて、いざ予約して当日になった瞬間、あー行きたいのになんかみたいななる時ない？行ったらめっちゃ楽しいのにさ。友達と遊ぶ時も、いや分かるよ、なんかそのさ、別にさめっちゃ友達のことその好きでも、なんかその行ったら楽しいのに行くまでがなんかみたいな。計画してる時が楽しい。いやそうなんだよね、そうなんだよ。それ一応話したら理解してもらえなかった。いやそうじゃない人もいるかもしれないね。ありがとうございます。占いないか見てないや、今日もうやってないよね。9時43分。ありがとうございます。起きたのが遅い。だからホットカーペットの上で寝たらめっちゃ頭痛い。やらない方がいいです。私さ2日連続リビングで寝てるの。ワンちゃんと一緒に寝ようと思ってリビングに来て寝てたんだけど、マジでね良くない。水分取られる。バッキバキ。あんだけ寝たのにまだ寝てるこの犬たちは。いつ起きるんだ。起きろ。おい起きろ。ずっと寝てるんだけど。起きろー。私に似てる？うん。眠いらしい。ちょさ、ももちゃんはさ静かに寝るんだけど、ココちゃんに関してはめっちゃいびきかいてるんだよね。なんかズガガガガガみたいな。なんか多分ね鼻が詰まってるんだよ。ありがとう。私の鼻も詰まってるんです、聞いてください。わかりますか？私の鼻めっちゃ詰まってんの。
ミッキーはさすがにいびきかかない。いや、わかんない、私寝てる時記憶ないけどさ、目が開いてるって言われるんですよね。なんか目と口が開いてるみたいな。でもさ、なんかもう目と口が開いてたよって言われるの本当に結構ストレスで知るかよみたいななんか寝てたら、なんかさっき目と口開いてたよとか言われる時あるから、なんか目と口開いてたよとか言われても、そうですか、はい以上。どういう、だってどうしようもできんのでも、白目、いや違う違う、黒目、結構私言われたら怒る。だから何ってクロメもシロメもまあ怖いよね、確かにね。どっちでも怖い。でもね、私自分の寝顔そんな、まあ写真ぐらいでしか見たことないんだけど、お姉ちゃんも同じ顔してんの寝るとき。これ遺伝だわと思って、多分親も、親の寝顔あんま見たことないな、だけど多分これ遺伝なんだわと思って。よだれ、よだれは出ないかな、うつ伏せで寝てた時は分からんけどね今朝ありがとう。なんか目開けて寝るとか、なんかたまに片目開いとるお姉ちゃん、なんかウインクウインクしてる、かわいいじゃん、ウインク、キラリーン お姉ちゃん寝てる。お姉ちゃんさ寝ててさ、でもさ多分聞こえてるっぽくてさ、お姉ちゃんにさ寝てる時に何か言ってもさ、お姉ちゃん反応ないけど次の日に返してくるんだよね、時差で。昨日これ言ってたよねみたいな。寝てる時なのになんか耳は聞こえてて、で多分その時は返さないんですけど次の日返してくるんですよ、なんか、なんか昨日ああやって言ってたけどさ、ああだよみたいな。めっちゃ怖いすごくない？でだからその日は眠いから何も返事が来ないけど、特殊能力。私に同じ体験ないですね。私ね寝てる時一個も記憶がなくって、なんなら起きた時に LINE とか返してたりして気持ち悪い、めっちゃ怖い。朝の4時とか5時とかに LINE 返してんだよね人に。なんか夜早めに寝た時とか、なんか朝こんぐらいの時間に起きてみたら4時とか5時とかに返してたりすんので、え気持ち悪いと思って、自分なんかね、大体私が返してる言葉が大体今1個ぐらいしかなくて、ごめん寝てたこれしかなくって寝てたってか寝てるんだけどみたいな、あの記憶なくって本当に。それがなんか起きて、あ LINE 返してるわ自分はと思って見たら、ごめん寝てたみたいなっていう LINE 返してる。しかもめっちゃよくあるこれ。
なんか別にアラームセットしてないんだけど、多分4時とか5時に多分1回起きてるんですよ自分が。で無意識だけどな、携帯を多分触って、そう怖い。多分12時とか、なんか寝る前に来てたやつとかが通知多分来てて、パッて携帯見た時に見えて、多分 LINE を開くんですよ。で LINE 開いて、でごめん寝てただけ多分返してまた寝るんですよ。でもう一回朝ちゃんと起きた時に、あなんか LINE 返しとると思って見たら、だいたいごめん寝てたうん怖い。寝る前に電源、アラームないと起きれないんだけど、怖い怖い。アラーム5個ぐらいかける、4個か5個ぐらい。あなんかさ4個ぐらいでちょうどいい。なんかスヌーズになるからさ、倍ぐらいさ起こされるから、あんまかけすぎるとほんと地獄になるから、もう9、5、4、10時までにやめよう、準備しなきゃ。ありがとう。今日の朝ショールームしてたの覚えてるよ。これえこれのこと？しっかり起きてるもん。覚えてるよ。夜できるよ、夜するよ、寝んかったら寝なかったらちゃんとしますよ。昨日さ帰り道にさ平和大通りのさドリミネーションよったの、今年初で写真撮ったんだけどさ、そうそうさっきポストしたおはようってあれドリミネーションなの。めっちゃねすっごい人いた、土曜日だったからかな昨日の帰りに。ぜひ広島に来られる方は、いつまでやってんだろうドリミネーションって、ちょっと分かんないけど、そう平和大通りね、もうずっとずわーって長い長いんだけど、やってんの、イルミネーション飾ってある。いや多分ね、いつまでやっとるっけ、ちょっと覚えてないよ。1月3日まで、結構やってないってことはさ大忘年会の日もやってるんじゃない。28だけど、25クリスマスだけど、結構やってる。なんかさ毎年変わらずにあるイルミネーションもあるんだけど、なんかちょいちょい内容が変化してたりすんの。カウントダウンの時もやってるか、やってるわ。でもさ時間帯ちょっと気をつけないとさ、なんか終わる時間があって何時だったかな、
夜のね10時台か23時台かわかんない、なんかあ10時半か10なんか22時半で一気に全部もうプチって真っ暗になるんですよ。本当に急に急に終わるから気をつけた方がいい。一回一瞬で真っ暗になって吐かなくなったことがある。うんうん、57分じゃあそろそろ終わりにしたいと思いますね。え、起きてずっと寝てるわ。静かでしょもうここ寝てます。起きた？こうちゃん、こうちゃん、もちゃん、寝てるよ。ちょ、誕生日はじさん、山道さん、みやさん、とおるさん、するみっこさん、よっちゃんごいちさん、福太郎さん、よっこさん、くまねパパさん、ミッキーさん、しろうさん、朝からかわきゅうさん、じーはどどどどどん、福ちゃんまるさんでした。ありがとうございました。ということで皆様行ってきます。行ってらっしゃいませ。今日も一日頑張りましょう。ちょっとワンちゃんだけ見せたい。あれあれ、ご機嫌斜めなの？あれ、ご機嫌斜めなの？おねんねタイムということで59、みんな見てくれてありがとう。またね、今日も一日頑張りましょう。良き一日を。3、2